どうもこんにちはです今日は「ハビットウィズっていうことで英単語の、ね、非常識の覚え方についいいてて話していこうと思いますであ,のあ,あえてね問いあのタイトルを英単語とかってそういうのにしなかったかっていうと何て言うかね今日話す内容は英単語に限らないんですよね。何か新しい習慣を作りたかった時はもう本当にこの動画を毎回リファレンスして思い出してほしいっていうぐらい。 そのね、僕がこれまでいろんな習慣を作ってくる中でやってきたことを説明させていただくんであのー、まあ「h a b i t w ってことなんで今日はね「ハビットって癖とかって意味なんですけどあえてカスタムとかにしたらなんかね語呂が悪いから「ハビットウィズにしたんですけども新しい何かを作りたい時は「そのウィズってものがキーワードになるんだよっていうお話をしてきますね。って言っても多分これ見とる人はあの英単語の覚え方について知りたいわけやからまあ9割ぐらいは英単語の覚え方について話してきます。 サブタイ愛は、えー、iPhone を捨てよう情報カードを買おう単語を覚えようそして問い契約と結構キャッチーなものになってますね,、えっと、ねまず最初に本当に人生において難しいなって思うことが僕2つあってでその2つちょっと先に紹介しますねまず1つは新しい習慣を作ること難しいですよね本当に 明日から簿記の勉強するとかね明日からファイナンシャルプランナーの勉強するとか最後の勉強するとか言って1日3時間とか言ってもそういう習慣を作るのは難しいじゃないですかだってこれまでね24時間あの決まった生活をしてきてそれですでにもなんか習慣があるわけそこに新しい3時間を入れるっていうなら1日27時間にしなきゃなんないしみたいな感じになるじゃないですかだから新ししいい習慣を作るって、難しいんですよね。もっと難しいのは既存の習慣を捨てることなんですよ ですよね。新しい習慣を作ることはまあまだいけるんですよでももっと難しいのは既存の習慣を捨てることですよ Twitter やめたり Facebook やめたり1日シャワー2回入ってるの1回に減らしたりご飯食べてる回数を3回から2回に減らしたりだからまあ太ってる人はいつまでも太ってるんですけどダイエットが難しいのは既存の食べまくっているって習慣を捨てれないからですよねで僕はここに着目したんですよね既存の習慣を捨てることは非常に難しいんですよじゃあ それの反対って何かと思ったんですよね。つまり簡単なことトップ2ですよ。一つ目は、既存の習慣を継続することですね。簡単ですね。継続することって維持が必要ないからそもそも。わかりますかねシャワー2回浴びるのはもう無意識的にやってますよね。だから、何の努力もなくそれを継続することは簡単なんですよ。毎日毎日自分の好きな彼女にこうメールを送る。それは努力って言わないですよね。やりたいからやってるんですよね。 その徹夜であのニンテンドー d s をねやってもう全クリしたあの子供に向かっていやあなた努力したねとは言わないでしょそれはもう習慣習慣のようになってやりたくてやってるからだからもう継続するのが普通なんですよでそれと同じぐらい簡単なのはこれですね既存の習慣に何かをくっつけることですだから僕は習慣の w i h って言ってるんですよ習慣の w i h これ覚えておいてくださいね習慣の w i h 新しい何かを作りたかったら必ず w i h っていうものがキーワードになってきます 既存の習慣に何かをくっつけることはすごい簡単なんですよ。1日2回シャワー浴びてますね。そこのシャワー浴びてる空間の中に何かを持ち込むんですよね。例えば今日で言うならば英単語を覚えるっていう新しい習慣をくっつけたりするとすぐにそれは習慣になりうるんですよね。まあ具体的な話していきますね。僕と育講師が、えー、英単語を覚える際にやろうとしたこと。もちろんね、1日2時間英単語を覚えるよっていう時間を作ることはものすごく、あのー、 難しいことだって分かってたから、でもね、あの、既存の習慣を継続することと、既存の継続されている習慣に何かをくっつけることは簡単だって分かってたんですよ。だから英単語を覚えたいってなった時に、あえてね、その時間を作るっていうよりも、既存の習慣にくっつけてったんですよね。シャワー with 英語ですね。シャワーの時間は英単語を覚えるようにしました。通学 with 英単語ですね。通学も、なんていうかね、 既存の習慣じゃないですか。毎日のように大学行ってますよね。あるいは通勤でもいいですよね。毎日のように会社行ってますよね。で、その時に、その自分が時間を喪失するっていうよりも、そこに時間があるじゃないですか。通学時間、通勤時間が。そこに1時間、2時間が存在してるじゃないですか。そこに英単語を組み込むんですよ。で、携帯見ズ英単語と。もうみんな携帯見てますよね。スマホからでも。まあ、ガラケーの人おるかもしれんけど、ガラケーでもスマホでもみんなも携帯見てるじゃないですか。 もうそれは習慣的に見てますよね。病的なぐらいにそこに英単語をくっつけるんですよねまあシャワーウィズ英単語どうやったかっていうと1日2回は僕シャワー浴びるんですよね朝と寝る前2時間前ぐらいにねであの防水 MP3 プレイヤーあの右側にある写真ありますよねこれが断トツに素晴らしいです 昔は違うのを使ってたんですけど今回の,あの今までの全部 CDR に焼いてから入れなきゃいけなかったんですけどこれはもう直接あの MP3 でデータとして入れられるんでものすごく管理が楽ですこれ最強です本当音もすごいいいしこれを単純にシャワールームに置いただけですでシャワー浴びるたんびにスイッチ入れるだけですであのねコツはね 覚えようとしないんですよ。覚えたら負けですよ。僕はあの TOEIC の単語と TOEFL の単語で分かんない単語一語もないですけど、どうやって覚えたかって言ったら、一つも覚えようとしてないですね。覚えようとしたら負けですね。だって膨大な量、例えばね、TOEIC の単語明日まで2000語覚えたいとか言えたら、それは覚えようとしなきゃダメですよ。だけどそうじゃなくて、あのね、半年とか1年とか、あるいはトー e フ l で言うなら2年とか、そういうスパンで勉強しようと思ったときに、 あのね、覚えようって努力しとったらそれはきつくなりますよ。そうじゃなくて覚えようとしないんですよ。この場合で言うならシャワーに入るだけ英単語を覚えるってつもりでシャワールームに行くわけないじゃないですか。このナチュラルにこれまでの習慣を継続するように努力なくそのシャワールームに向かってで単純にスイッチを押すだけですよ。そしたら英単語が流れてきますよね。で聞こえてくるやつを無意識にこう脳に突っ込んでおくと。 た、まあ、まに口ず,口ずさんでもいいかもしれんけど覚えようとしないのはコツですねでも1日2回ですよ大体1時間ぐらいこれ1週間7時間これさっきかられるんですよすごくないですかもう一つは通学ウィズ h 英単語ですね僕も通学はね僕学校の近く進んでたんですよだからどうしようかなと思ってたんですけどあの、ね、いいこと思いついたんですよねまあ毎日北海道大学行こうと思ったんですよねここからすごい遠いんですよ8駅ぐらい離れてるんですよね 8駅離れてるけどもそこに行くんですよあえて1時間半かけてバス使わず電車だけ使うんですよねで歩き40分の、まあ、電車30分から40分ぐらいかな、まあ、大体1時間半ぐらいで北海道大学着くんですけどその往復時間大体3時間は全て英単語に当てられるじゃないですか,だか意図的にその 通通学学距離をを長長くくししたたんんでですすねね時間だからねその会社の場所が遠いとかってぐちっとる人おるけどそれはね超チャンス遠ければ遠い方がいい意図的にその自然にねその勉強する時間が喪失されるから1日、まあ、1日2時間平均ですね通学時間これ調べたらでねさらにおすすめやっぱりね坊主のノイズキャンセリングですよ やっぱりね、どれだけ時間差っ引いてもその、音源が悪かったり、聞こえてくる音の質が悪かったら、集中できないですよね。僕がお勧すすめするのは、iPod タッチを首からぶら下げるか、もう一つは、まあ、あの、ノイズキャンセリング買うべきですね、坊主のやつ。僕が買ったときこれ、4万とかでしたから、今、3万1000円ぐらいでありますよね、あの、アマゾンドットコムで。あの、どれか、どのメーカー、どのシリーズが一番いいかって知りたかったら、あの、これ、PDF ダウンロードしてみてください。あの アマゾンへのおすすめのリンクをねこの写真にあの埋め込んでおくんでこの商品がいいですよっておすすめするんでね、まあ、でも坊主がダントツいいですねで携帯 w i ズ英単語なんですよ右側のキャプチャーはこれ僕が作ったあの単語マラソンってシステムなんですけどそのね毎日毎日メールを単語マラソンっていう、えーまあ、システムで、えー、自分の手元にメールを送るようにしたんですよねだからもうみんなこう毎日メール見るような癖あるから メール見えるたびに英単語に触れるような感じですよ。でしかもね、これ1日4回も送られてくるんですよね。しかも、エビングハウスの忘却曲線に従って、忘れにくいようなタイミングで英単語が流れるようにしてあるんですよ。だからもう腐るほど、あの、メール送られてくるんで、ぜひともね、スパムメールにあの振り分けないようにしてほしいんですけど、単語マラソンで検索してくれたら第一位であるんでね、登録してくれればなと思ってます。でね、さっきまではさ、 ウィズでしょでも最終形態は、ウィズからリプレイスなんですよ。ウィズっていうのはくっつけるでしょ。リプレイスはもう置き換えるって意味でしょ。で右側にこの iPhone がぶっ壊れた、そのまあ、よくこういう人見ますよね。こういう iPhone ぶっ壊れたことから、なんか早期してほしいんですよね。リプレイスですよ。僕はね、携帯を捨てたんですよね。いつもね、左ポケットに財布入れて、右ポケットに携帯、 ウィルコム入れてたんですけど、ごめんなさい、iPhone じゃないです。ウィルコム入れてたんですけども、あの、普段からそんな使わないし、でもたまにね、そのメールとか確認するんですよね。でもその時間が無駄でしゃあなかったんですよね。で、実はね、ここ3年間ぐらいは僕、携帯持ってないんですよね。携帯の代わりに、英単語を覚えていた時期は、もう本当にね、ポケットに単語カード、情報カードを突っ込みましたね。だからね、本当はね、最高の状態っていうのは、いらない、 その習慣、普段もこう無駄だろって思ってる習慣を既存習慣を食うことなんですよ新しい習慣が。でどん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 最初は w i h なんですけど最初はねその携帯を見るってことがメインでそこのサブ的な割合として w i h として英単語を覚えるっていうのはあったんですけど最終的には英単語を食うこと英単語を食うじゃなかった英単語を覚えること自体が既存習慣になりつつあった場合もうね既存習慣を食ってしまえばいいんですよね。携帯をだから僕の場合だ携帯を捨てることなんですよ。 リプレイスしてしまった完全に携帯ってものを英単語ってものにリプレイスしてしまったんですよねでねこれやってみてねすっごい大きいことに気づいたんですよねそれは何も変わらないってことですよ携帯してても不便なこと一つもないからいやあるよたまに例えば何か登録してくださいとかレットであるじゃないですかそしたらアメリカだったら Facebook は絶対もう最,最低要件としてこう求められてるんですよそれと同じく日本だったら必ず携帯電話の番号を入れなきゃいけないじゃないですか僕持ってないからきついんですよね だからまぁスカイプのこの i p 番号を購入してるんですけど、まあ、それはした時あのねこれこの習慣やめたらきついやろうなって思ってるかもしれんけど実際やめてみたら何も変わるのですよねむしろ向上してるんですよ単語たくさん覚えれるからだからねこれはやめられないみたいな思ってるのは単なる固定ステレオタイプでまあ実際そういういらない習慣を食ってしまっても何も変化ないってことに 一回気づいたらいいですね。そういう経験してみたらいいですね。だから最終的な境地としては、自らリプレイスへってことなんですけど僕のまとめとしては、まあ、Twitter と Facebook やめたら、まあ、ほとんどの日本人がアメリカの大学院に行けるぐらいの点数は取れるんじゃないかなと思ってますね。どれだけもう大学生は Twitter と Facebook にこう張り付いてるかみたいな。僕は両方やってないんですけど。 いやビ,ジビジネス的にね広告的にやってますよだけど自分がこう自分の情報をつぶやきますとか自分が誰々のタイムライン見たいですとかそんなん一つもないんで興味ある人いないんであのそういうことをね初めから僕はやってないからいいんだけどやってる人はもう本当にもうべったりくっついてるんであの人何やってるんだろうとかあの人何つぶ,やつぶやいてるんだろうとかね私こうつぶやいた私自分自身が可愛いとかね 例えばたまにこう病気ですみたいな感じで潰いたら多分みんながレスポンスしてくるんですよねでもそれは病気ですってことを言いたいんじゃなくてみんな構ってねってことを言いたいんですよね多分だそういう無駄な時間をなくしたらまあたくさん英語を勉強する時間が喪失されるから大学に行けるのかなって思いますね留学中に使ったフレーズですね You used me と私使われてるだけなのねってこれはあのまあ 僕の彼女が前の,あの男性に対して言った言葉らしいですよ。そんだけ。英語通信講座で検索すると多分にいいでこれが URL で今回の,あのおすすめの商品とかをこう PDF に、ね、落とし込んであるからあの写真の部分をクリックしてくれると Amazon の方に飛ぶんでそれ買ったらいいですね。本当にちゃんと勉強したい人はの 音声も下のディスクリプションから取れます。ただパスワードかかってるんでパスワードをねあのメールでメルマー登録してゲットしてください、えー、僕は400から2週間で785行って3ヶ月で840行って勉強スタートして半年で教育所行きましたね名前は石崎力也と申しますとそういう感じですありがとうございました